李鉄海李鉄海は、中国の代表的な仙人である八仙の一人、鉄海里とも呼ばれる。縄源、四孔里、洪水、竹など諸説ある。鉄海とは、彼の妖名であるとする説や、足が不自由で鉄の杖をついていたためという説がある。アン八仙は頃。絵では、ボロボロの服を着て、 足の不自由な物乞いの姿をしていることが多いが、元はがっしりとした体格の同士であった。20歳の頃から鮮度を志すようになり、ある日、大丈郎君に火山で会うことになり、魂を有利させ、会いに行くことにした。そこで、彼が帰ってくるまでの7日間の間、魂の抜けた体を見守るようで死に言いつけ、もし7日経っても帰ってこなければ、体を焼くように言った。 しかし、六日目に、弟子の母が帰徳との知らせを受けて、弟子は、鉄塊の体を焼き、母の元に行ってしまった。鉄塊が戻ってきてみると、自分の体はすでに焼かれていた。彼は近くに、足の不自由な物乞いの死体を見つけ、その体を借りて蘇った。標三十六系の一つ、仮かばね観光は、この逸話をもとにした計略である。また、聖王母に指示して、 投下教師となり、干渉理を特動させたという説もある。他にも竹子とぶという小役人が、リトというものの体を借りて、利撤会になったという話もある。定州奉行所の床を目である竹子とぶは、悪の限りを尽くし、私服を肥やして地獄に落ちてしまったが、生前、一つだけいいことをしていたことから旅道品に、地獄から助け出された。 しかし、死体はすでに焼かれており、仕方なく死んだばかりの低周登場門内の肉屋で、ある、リトの息子の勝利とに乗り移ったところ、勝利とは足が悪かったところから、杖をつくようになった。ありがとうございます。